はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ということでね、今日も元気にサカツクやっていきます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ものすごく久しぶりにアリーナで勝つための、方法の解説やっていきたいと思います。ですね、私がすっごい前に出していたんですけれども、まあ、忘れてしまった方も多いかなというのがまず一つ目と、あとはですね、少し環境変わってきました。どんな設定でやった方がいいのかといったところをね、ちょっと私考察したので、そちらのお話させていただきたいと思います。あくまでもね、私個人の考察なんですけれども、結構私最近勝てておりまして、アリーナもね、前回2800までポイント集めれていますので、もしよろしければね、何かの参考にしていただければと思います。ってことでやっていきましょう。まずはコメント読ませていただきます。おっと、すごいな、ゆうすけさん、コメントありがとうございます。はじめまして、年末年始ガチャに年末年始ガチャにハマってしまいました。なるほど、無課金で頑張ってきましたが、あ、GB28000 も貯めていたんですね。それはすごい。それプラス大人課金で紫ガチャ200連、年始ガチャ140連、これはすごいですね。めぼしいのは、バラン、アーノルド、アーノルド、ロリス、ロリス、クライファート、クリロナ、クリロナ、ウィリアン、カンテ、ディバラ、ブッフォン、シュテーゲン、モドリッチ出ませんでしたが満足ですと、キーパーかなり集まりましたね。もうほぼほぼコンプじゃないですか、これは。うん、いや、誰使うのがいいんでしょうね。私、あ、ドンナルンマがいないのか。私だったら好きな選手使っちゃいそうなんですけど、ってなったらブッフォンかナバスかデヘアですけど、まあ、総合値的に見たらブッフォンかロリスがいいんですかね。特徴を考慮するといいかもしれませんね。あとは、ポゼッションごとで、得意戦術ごとで使い分けるのもキーパー、すごい豪華ですけどね、キーパー使い分けるって、面白そうでいいんではないでしょうか。はい。最下の爪痕さんもありがとうございます。そうなんですよ、川崎ね、結構強いので、本当におすすめでございます。私川崎総合値弱いんですけど、結構勝ててますね。はい、まあサイドがあんまり強い監督がいないからっていうのもあるかもしれないんですけどね。はい、新型10連シルバーおめでとうございます。ハメスとオワール、これもね、難しいところですよね。ハメスとオワールね、ただオワールかなり強いんですよね、ぶっちゃけ。はい、ちょっとね、ハメスの控え要因とかで、どうせね、スタミナがっつり削れるスタミナダウンスキルが来ていて、控え要因必要となってきますので、OR、控えで育てるのもありなのかなと。結構2人いるとね、いい感じで戦えますので、どうでしょうか。はい。リアル坊主さんは12万弱の化け物。うん、14万近くまで来そうな雰囲気。怖すぎだぜと。これは怖すぎだぜですね。本当に。14万近く。9万イエローで戦術有利取って26。怖すぎる。怖すぎます。はい。あとはですね、結構皆様、コメントくださっていまして、ヨダビグさんはね、クリロナの使い方、ちょっといろいろ試してくださってるみたいで、クリロナ引いた方はね、ぜひぜひ参考に、このヨダビグさんのコメントね、参考にしてはいかがでしょうか。私はクリロナ引いてないんで参考にするところはありません。はい、次。はい。ちょっと私は子供っぽいんで、お許しください。クリロナください。待って。なんていうの、これ、境野さんかな、もうクリロナと。これはおめでとうございます。おすすめのフォーメーションだったらですね、やはり個人的にはロス・コルチェノロスいいんじゃないかなと思います。フォーメーションすごい強いですよね。腹立たしいですよね。私は最近すっごい課金したくて、すごい課金欲を抑えてるんですよ。というのもですね、私ぶっちゃけクリロナカンテよりバランが欲しいといったところで、ちょっとね、バラン追っかけようかと思うんですよね。ちょうど今ここでユウスケさんが、モドリッチ、星田に、ぶん回したと言っているんですが、いや、分かってるんですよ。分かってるんです。スーパースターフェスががっつり詰まってガチャの方が美味しいな、分かっていても、でも私はバランが欲しいので、ちょっとそっち引こうかね、悩んで、苦戦中なので、皆様のね、クリロナ、そしてカンテも羨ましすぎて、目から血の涙が滲む思いです。ってことで、私の醜い場所も紹介したところで本編の方やっていきましょう。どうぞ。さあ、それじゃあね、今日は久しぶりに、最近ですね、アリーナ帰ってなくなったよって声だとかね、ディビジョン結構落ちてしまいましたみたいなことを言ってる方が、いてくださったのもそうですし、結構ね、新規の方も入ってきてくれたのかなと思いますので、今までの長い積み重ねでね、どんなところを意識してフォーメーション組んだらいいのかっていったお話させていただきたいと思います。一応ね、前回私プラチナディビジョンで2600までかな、ポイント伸ばしているので、もっと伸ばしてる方ね、もちろんいらっしゃるとは思うんですが、総合値8万5000、4000程度で2600、2700近くまで伸ばすためには何を気をつけたかっていった部分お話しさせていただきますので、ご了承くださいってことでやっていきましょう。
大体見ていただいたら分かるんですが、私の総合値8万5000ぐらいですね。でここで一番初めに見てほしいのが私の選手の総合値でございます。一応ね、7000超えてる選手はサラーとクライファートのみで、他の選手はですね7000超えてる選手いません。6500以上もほとんどいないようなね、まあ、弱っちい、フォーメーションでございます。悲しいですね。はい。で、こういうところでもねきちんと、設定すればもちろん勝てます。まず一つ目はですね、センターバックのラインを両サイドバックまで高い位置まで上げております。全部のフォーメーションでそうですね、川崎もでクロチャワもそうですね、クロチャワは両サイドをもう一個上げているんですが、基本的にはセンターバックのラインちょっと高くして全体的にねラインを高く保っております。でさらに、コンボ効果でシュートが上がるものを積極的に選んでいるんですね。このシュートが上がるものを選んだ理由としましては、まあ、残念ながら私のチームもちろん私が納得いくほどは強くないです。はい。現状やっぱりそこまでね強いチームが組めていないっていうのもありますし、最近のねアリーナとか見てると当たり前のように9万台の方いますし、10万台の方もねかなり見かけるようになってきました。昔はね1人見るのに多分1人見たのが一番初めに見たのが多分11月の終わりぐらいかなだと思うんですけれども、そこからですねもう普通に10万台ちらほら1日に 2,3 人2人ぐらいは見るかなくらいになっちゃったので、まあ、すごい世界になってきたなと思います。で、だからこそ、センターフォワード私ねハリーケインそんなに強くないんですよね。例えばもうクリスティアーノ・ロナウドだったりね、ピネリーだったりとかね、ごとつの誰々みたいな感じだったらね、もうそら全然シュート上げなくてもいいのかなと思ったりするんですが、私みたいにね選手があんまりいい選手が使えていないとですね、やっぱりそのフォーメーションコンボに頼るしかなくなると、これなんて見ていただいたら分かるんですが、私未だにセンターフォワードマラドーナ使ってますからね。はい、未だにマラドーナっていうね、悲しき事実。それでも、シュートが上がるものを選んでおります。はい。あとはやっぱりですね、4バックきちんと意識して4バック以上のもの、4バックまたは5バックで組めるようにはしております。3バックがね悪いってわけではないんですが、やはりその SWCC とかの傾向で見てもですね、3バックでやっていて、上位に残った方、ベスト16残った方いませんので、試合で3バック使った方ねいませんので、あんまりやっぱり3バックおすすめしないかなと。基本的には4バックにアンカー2人または、両ウィングがきちんと下がってこれるような形ですね。イエローも結構アンカー1人の形ではあるんですが、まあ、それでもまあまあまあ、両ウィングがちゃんと降りてきてくれるのでね、ありかなといったところが、感想でございます。ちゃんと意識してください。でですね、お次なんですけれども、お次はですね、こちら結構最近になってから意識する方がいいのかなと思うんですが、自分のですねポジションエディット、こちらに関してもやっぱりしっかり見た方がいいかなと、まあ、先ほども言ったんですけれども、結構ですね昔はポジションエディットいじっていらっしゃる方多かったんですが、最近ちょっと少なくなってきたかなと。やっぱりその CB のラインをね上げることで、私がね今まで結構昔に出した動画で検証しているんですが、 CB のラインをね両サイドとお任せの時の両サイドと同じラインまで上げることで、最も失点率が低いという検証結果、以上私程度の結果ではありますが出してはいるので、そちらですね。あとは役割設定ですね。こちらもすごい大切かなと思います。このですね、いわゆるプレースキックを蹴る選手っていったものが、自分のね、このフォーメーションの中で最も高い数値の選手になっているかどうかっていった確認も、してください。さあ、それでは、ちょっとね、まあ本番に行きましょう。選手交代ですね。今まではやっぱり選手交代ってあんまり使われなかったのかなと正直な話思います。はい、使ってた方ももちろんいらっしゃったのかもしれないんですけれども、強い選手がねもちろんスタメンになりますので、そのスタメンだけねフルで出場させるっていう形が、今までの鉄板のような気もしました。ただですね、最近は、スタミナダウンスキルがめちゃくちゃ流行ってきているので、積極的にですね選手交代取り入れていかないと、一回スタミナダウンスキル食らってしまった選手が、まあ、悲しい話ではあるんですが役に立たなくなってしまうんですよね。なので、段階を踏んで選手交代を入れるのがいいかなと。まずは開始時、後半開始時で後半15分、後半30から45分でね、こういう風に分けて入れることでですね、どのタイミングでスタミナダウンスキルを食らっても、スタミナダウンスキルを食らったやつを優先的に選手交代をしていけるようになると、いったところでですね、結構個人的にはこのやり方おすすめでございます。
まあ守備を固めろとかね、いろいろこの2点差以内で勝っている負けている得点を奪いに関しては、後半のこの10分から30分の時点でですね、点数が引き分けでない限り、そして3点差がついていない限りは発動しますので、ここで1人選手交代ですね。後半開始時に必ず1人で守備を固めろ点を奪いで10分の時点で発動するんで、体勢が消したり一応3回目で入れてはいるんですが、なんでですねここ基本的にこの体勢が消したらあんまり発動しないんですが、なんでこれわざわざ、こんなねあんまり発動しないような枠を 3つのうちの1つで使ってるかといったら、怪我で選手交代してしまう枠を残しておきたいんですよね。はい、もしかして怪我で出てしまうかもしれないってなった時に、きちんとね枠を残しておかないといけないので、積極的に3枚もう早めに交代しちゃうことはちょっとやめた方がいいのかなと。悪くはないんですけどね、もしもそれがないようだったら交代するみたいな感じで私はあの時点で交代を入れております。でですね、もう一つのこの選手交代のポイントなんですが、ですねカバーニをちょっと入れるんですが、これカバーに入れないとですねハリー・ケイン選手交代しないんですよね。プレースタイルがストライカーの選手の控えがいなかったので、プレースタイルがね、あの今回の川崎フィスタイルにはストライカーが必須だといったところで、ストライカーが必須の場合はですねサブにストライカーを入れておかないと選手交代が発動することはございません。やっぱりセンターフォワードね結構体力食うポジションですので、積極的に交代入れたい。ただ、控えにストライカーがいないとねお任せだと入ってこなかったりするので、きちんとストライカー入れましょう。例えばですねピエルロ、これレジスタですよね。同じようにマルキジオレジスタ、フォーメーションコンボに必要な選手マルキジオでピルロ入れるじゃないですか。ただここに関しては注意点なんですけれども、ピルロとマルキジオの総合値の差が今回は問題なのではなく、マルキジオの特性が問題です。5つの牌持ってるんですよね。なのでわざわざこういう場合は逆にピルロ入れない方がいいですね。コケの司令塔も同様です。ここで控えにピルロだったりマルキジオを入れないことによってで何が起きるかといったら、どんな時でもコケマルキジオは控えと交代できなくなります。ただ5つの牌持ちなのでお任せで交代されたら困るんですよね。お前らもフルで出といでって、交代枠お前らに使わないからって話なんですよね。ということで実際にですね、本日一発目のアリーナやってみましょう。さあさあ、ちょっとお相手の方の総合値がねあまり高くないので、まあそんなそんな、おっと決められていく、クロチャーティーも結構いいフォーメーションコンボではあるんですが、結構押し切れる方ですね。なかなか2点決め、クロチャーティにね決められることないんですが、これで今カバーに投入されましたね。ケインが抜けてカバーに投入。ここを、カバーに入れておかないとこのね交代が出ないのでちょっと微妙かなと。でハムシクに変えてのヤヤトレ投入ですね。マルキジュに関しては控えにレジスタがいないので、交代はもうされずにですね、交代されたのはもう一人のアンカーである、ハムシクと。でヤヤトレが投入されると。ハムシクは5つの牌持ってないので全然ね交代してくれていいので、例えば5つの牌持ちのポジションの控えはね用意しない方がいいです。で他の選手の控えを入れておくことで、よりねスタミナに関して交代したい選手が交代してくれるといったところでですね、おすすめでございます。ちょっとねあの微妙だったので、おこれやりましょう。89,000のロスコールチェネロスの方ですね。こちらは91,000のスリリング3といったところで、本当に優勝 SWCC 優勝した方もね採用していたロスコールチェネロス、ただ3だったら結構相性がいいので私はなぜかサクサク勝てるんですが、こんな感じ、で今これでまたカバンに変えてイカルディ投入されましたね。でお任せのままですとたまにあのでこれハムシクに変えたマルキジョですね、たまにですねお任せのままだとたまにヤロン投入みたいなね、ナバスに変えてヤロン投入みたいなね、クリロナが来たのでゴールキーパーも変えてもいいかなとも思うんですが、一応まあゴールキーパーいいかなといったところで私はヤロン外しております。ってことでですね、控えの選手きちんと考えて5つの牌持ちじゃないスタメンと交代できるようにすること、あとはラインの統率、センターバックラインですね、統率と、あとはプレースキック、そしてフォーメーションコンボの選出といったところで意識してみてはいかがでしょうか。初心者の方なんかはね参考にしてもらえれば嬉しいです。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。